はい、どうもシャチクです。ということで本日も集まる動物森やっていきたいと思います。そして皆さん大丈夫、死んでないか死んでないっていうのは多分ね、今日で4連休の最終日ですよねいや毎回思うんだけどさ、連休の最終日ってなんでこんなに切ないんだろう。めちゃくちゃ切ないよね。特に夜とかもう死にそうになるんだけど、うわマジかよ、明日から平日か、うわ仕事学校みたいな感じでね、なりますよね。いやーけどね、まあ、今回4連休が終わるという話なんですけど、大丈夫だみんな、もうすぐ夏休みがあるじゃないか。しかもね、社会人でもお盆休みがあるから、言ってもさ、残り何歩ぐらいや、多分3週間切ってますよね。まあ早い人だと多分8月10日ぐらいから、まあ、お盆休みということで、まあどう過ごされるのか皆さんわからないんですが、僕はねのんびりとね、実況の生放送を頑張っていこうと思ってます。まあ規制もしないからな、まあ、オンライン規制はする予定なんだけどさ、まあ基本的にはしない方向ですね。お待って、なにこの珍しい組み合わせ。ちゃちゃまるちゃんへのプレゼントを探してるんだけどなかなか見つからなくてさ。おちゃちゃまるちゃんへのプレゼント、まさかブーケ、ちゃちゃまるが好きなのか。いやけどさ、ブーケとちゃちゃまるの組み合わせって確かにカップルとして成り立ちそうな感じするよね。プレゼント選びは楽しいですが、いいものが見つからないときは不安になりますよね。あ、わかるそれ。だけどさ、プレゼント選びって難しいよね。まあ事前になんか好きなものとか分かってたらいいんだけどさ、分かってないときの絶望感半端ないよな。ねえねえ、社畜ちゃん、どうすればいいプレゼントが見つかると思う？なんでそこに俺に振んねん、おかしいやろ。しかも雪見ちゃんもなんか俺の方見てるしさ、どうなってんのこれ。こっそりリサーチ本人に聞く自分が欲しいもの、お、これどうしたらいい。まあ何でもいいんだけどさ、こっそりリサーチ本人に聞く自分が欲しいもの、もう何でもええわ。自分が欲しいもの、ははは、やばすぎるわ、自己中心的すぎやろこれ。それでもありかもね。いやありじゃねえよ、全然よくねえよ、本人に聞けよ。いや本人に聞くってかリサーチしろよ。最悪いらないって言われたら値がもらえばいいし、すげえな発想が、なかなかすげえ発想やな、メンタル強そう。プレゼントを渡したいという気持ちが大切ですしね。おいお前ら開き直ってんじゃねえよ。であえていらないものあげて突き返された自分のものにしようとか、なんかそんなこと思ってんじゃねえのこれ。よし、それじゃあ値の調子アイテムの写真集か公式マグカップにしようと。お前絶対いらねえわ公式マグカップ、あーだけど若干欲しいかもしんねえわマグカップは。まあアイテムの写真者はいらねえけどさ、もうちょっと相手の好みに寄り添った方がいいような。いやそれそうよ、そりゃそうよどっちも厳しいわ。まあマグカップは使う用途あるかもしれないけどね。あそうそうそう、みんなちょっと重大報告あるんだよね今日。まあ重大報告の内容なんだけどさ、昨日の動画見てもらった方ならわかるかな。まあまあまあ、ちょっと昨日の動画をね見てくださってる前提で話をねちょっと進めていこうと思っているんですが、もし見てないぜっていう方がいらっしゃいましたら、ちょっとね大変申し訳ないんですが昨日の動画見てください。で、まあ、結論から言うとですね、新しい島を作ることになりました。これはね決定です、新しい島作ります。で、島のコンセプトについては、まあ、昨日の動画でねちょこちょこ話はしていたんですが、正直ねまだ決まってないまだ決まってない。まあとりあえずね、まずはちょっとトタケキのところまでね頑張っていこうと思ってますね。はい、トタケキのところまで頑張っていこうと思っておりまして、でまあトタケキが出てきてからまあ本格的にまあ島くり解禁ということなので、まあそこまでに、まあその時点までに決められればいいかなと思ってますね。住民誰にしようかな。うちの島ってさ人気住民めっちゃいるじゃん。ほらこれジャック、フランスはクリスチーヌ、ミスズ、チャチャマル、なんかもいっぱいいると思うんだけどさ、まあもう一つ島をね持つことができるということで、まあ自由に住民の行き来とかすることができるんですよ。まあピンポイントでは難しいけど、いやこれかなりでかいよね。そうそうそう、だからね離島ガチャもまたね再び始められるということでね、あの廃人生活再びですよ離島ガチャね、皆さん待ち望んでいたんじゃないでしょうか。ちょっとね離島ガチャまた再開するのでよろしくお願いします。まあ詳しい内容につきましてはまた後日ね話をしていこうと思ってます。離島ガチャするんであれば、まあ、ターゲットも必要なので、はい、まあ具体的に誰を狙うかっていうところなんですけど、正直まだ決めかねているところなんですよね。まあその新しい島も作るわけだからさ、そこのバランスの兼ね合いかなしかもさ、新しい島作るって言ってもテーマも決まってないからな。まあなんとなく頭の中では構想は描けてんだけどね。けど一つの案としましては、まあ昨日はねなんかごちゃ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 言ってたんですけど、動物の森 E プラスって皆さんご存知ですか。まあそういったねゲームが結構昔にあったんですよ、ゲームキューブで。でその
動物森 E プラスの世界をこの集まれ動物森で、まあ、完全再現するみたいな、まあ、完全ちょっと難しいか、まあ、9割ぐらいまあ再現するみたいなね、島のコンセプトでまあ頑張っていこうかなとちょっと今のところ思ってますね。まあ、それがちょっと構想として頭の中にありますと。ただ実際のところわからないな、具体的にどうするか正直まだわかんねえわ。けどやっぱりね、自然をテーマにした島作りをね、まあ2つ目の島でもやっていきたいなと思ってます。はい。まあ近代都市とか、まあ、水上都市とかなんかいろいろ言ってたと思うんだけどさ、なんかやっぱりその動物の森ってさ、森じゃん、わかるね、ゲームのタイトル見たらわかると思うんだけどさ、動物の森なんだよね。いかにも動物の森っていう島を作っていきたいかな。まあ一応ね、今こちらの島ほぼほぼ出来上がりに近づいているわけなんですけどね、なんかそのなんだろうな、ちょっとまだ詰めが甘いというかね、もうちょっとやれることってあるんじゃないかなと思って。お、なんだこれ。あ、社畜さん、ちょうどよかったですよ。私、うっかり間違えて、キッチンつるしを2つも買っちゃって、ふざけんな。キッチンつるしを2つも買っちゃってって。どうしようか悩んでたんですけど、よかったらもらってください、金くれ。あ、ははい、わかりました。もし不要でしたら、社畜さんの好きにして構いませんからね。金くれ。はいはいはい、キッチンつるしね、ありがとうございます。で、まぁ、ちょっと話を戻したいんですけど、いやー、どうしようかな、本当に。迷うね。めちゃくちゃ今迷ってんだわ。どうしようかなみたいな感じで。まあとりあえずあれだな、ね、まあ島を作っていく過程でいろいろテーマとか決まっていくと思うので、まあそこで、まあ、決めていければなと思ってますね。まあこの今の島もね、まあ気に入ってないってわけじゃないんだけど、もうちょっとねうまくできたんじゃないかなと思うところがいっぱいあるから、まあ、次の島ではね、ぜひね、かなり細かいところまでこだわって作っていきたいですね。まあ、多分、今ね、この作っている島なんですけど、永久保存になると思います。ね、まあ、多分これ、潰したりとかしないと思うしさ。まあ、このまま現状維持みたいな感じになるかな。まあ、そんなお話です。まあまあまあ、ちょっと離島ガチャについてはね、まあ、結構関心ある方がいらっしゃるんじゃないかなと思うので、また後日動画にまとめましょうか。ね。まあ最大10匹ぐらい狙えるわけだからさ。そう。10匹狙える。10匹狙えるドン。っていうことでね。はい。まあ誰狙おうかな。まあ人気住人を集めるっていうのもありかもしれないけど、なんか個性的なメンバーをね、もう一つの島では揃えていきたいね。そう、珍しいメンツみたいな。珍しいメンツか。なんか他の人がなんか呼ばなさそうな、ね、住民とかも狙っていきたいなと思っていて、まあ、どうしようかなと思ってるところですね。だけど、ね、この動画ではそこについてはちょっと言うことできないかな。まだ構想段階だから。まあ決まり次第にまた動画としてまとめていきます。はい。っていうことですね。まあとりあえずこの動画で何を言いたかったかというと、まあ新しい島を作りますと。まあそういったお話ですよ。まあ詳しい話とかについては、ね、昨日の動画を見てほしいんですけど、昨日の動画の方が詳しく言ってるからね。まあとりあえず新しい島作りますというお話ですね。はい。新しい島か。いやだけど楽しみだな、めちゃくちゃ。ね。1からやるのワクワクするわ。いやガチでね、1からやることになるからな。だから島を壊して、もう一回島を作り直すというか、ガチでもう1からやり直すみたいな。ね。セーブデータ自体ね、1から作ることになるからさ。いやー、なんか懐かしい気分だね。なんか発売当初思い出すわ、3月20日。まあ3月20日は、俺にとってはあれだな。ちょっと忘れられない一日だね。あの日は本当に頑張ったからな。ね。寝る間を惜しんで動画撮ってましたよ。マジで寝てなかったからな。いや、懐かしい3月20日とか、ね、3月21日とか、ね、あそこら辺は。けど、集まれ動物森ってさ、俺、この4ヶ月やってて思ったんだけどさ、本当に面白いゲームだと思うよ。え、なかなかこんなに面白いゲームないんじゃない？俺はやっぱり好きだったな、集まれ動物森、なんだかんだで。まあ、飛び森も良かったけどさ、集まれもやっぱいいよね。なんといってもこの島クリエイターよ。島クリがね、
最高すぎる、うん、まあやっぱりそのイベントとかが少ないとか、まあ、新住民が少ないとか、まあ、ちょっとね不満も若干あるものの、やっぱ島クリエイターって、ね、神機能だと思うよ。今までの動物の森でなかったからさね、そういった機能をね提供してくれて、かつこういったね、うん、まあ、こういったゲームをね作ってくれた任天堂さんにもっと感謝するべきかなと思いましたね。はい、まあ、そういったところで任天堂さんありがとうございます。もしよろしければちょっとね、はい、飛び盛りでリストラになった機能たくさんあると思うんで、そちらのね機能も復活お待ちしておりますので、ぜひアップデートで追加してください。いやーけどね、リストラになった機能めちゃくちゃあるよな、うん、なんかイベントとかもそうなんだけどさ、まあ、住民との会話とか、あとはねツアーがなくなったの地味に痛いんだよね。そう、まあ熱盛だけしかやってないし、はツアーって聞いても何のことって思うかもしれないけど、まあミニゲーム的な感じかな、うん、ミニゲーム的な要素なんだけどさ、あれね俺結構好きだったな。まあ動画のネタとしてもね何個か上げてると思うので、もし気になる方がいらっしゃいましたらね、ぜひ過去動画見ていただければと思います。多分ね飛び盛りの再生リスト見てもらえたらすぐわかるかな。はい、まあそういったお話ですよ。新しい島か、まあとりあえずね、具体的にいつから始めるかっていうところに関してはちょっとまだこの動画で言うことはできないんですが、まあまあまあ動画と生放送を並行でやっていこうと思ってます。はい、まあ、作業とかは生放送であって、でネタ系とかはまあ動画でやるみたいな感じでね、ちょっと墨分けしてやっていこうと思ってます。いや、やることいっぱいだからな、新しい島作るっていうところでだってさ、島作りってめっちゃ時間かかるでしょ。まあ500時間とか600時間とか多分そんぐらいかかるからさ、仮に1日生放送3時間やったとしたら、だから1日3時間やったとしてもどんぐらいかかるよ。下手し3ヶ月ぐらいかかる可能性があるってことか完成まで。まあまあまあ、動画のネタとしてはね、生放送のネタとしてはね、うん、どちらとしてもいいんじゃないかなと思いますね。そう考えるとね、3ヶ月ぐらい持つのかなみたいな。まあさすがにちょっとね3つ目の島難しいけどね、2つ目の島をねとりあえず頑張っていきます。ようジャック、いや元気かい社畜くん。世間話でもこの時間ってどういうわけか口恋しくなるよね、金くれちょっとそれだけいやーなんか飛び盛りもさ最近よくやってるんだけど、ちょっと会話の長さがさ短すぎるわ、つもり飛び盛りの時さこんな会話短いことなかったでしょ。ちょっとここもね地味に改善してほしいな。ちょっとあまりにも短すぎる時があるみたいな。まあ長い時は長いんだけど短い時もあるからさね。いや君かどうしたんだい、金くれ阪神来たよ。そういえば島の柵がいい感じだよね島の柵がいい感じってだからそこに着目して話してくるの面白いな。まあ俺が置いたんだけど、ウホウホの景観にメリハリがついてさ、フフフもちろんしてるよ。君が昨日汗水垂らして整備してくれたってことをね、お前知ってんのかよ。いいねジャック、知ってくれてたのか。いやけどね、この島の発展のために俺は頑張ったよ。今ね島整備をめちゃくちゃ頑張ってるから。けど生放送でね最近毎日 4,5 時間ぐらいやってるからな。ね、昼やって夜やってみたいな、ね、2時間半の枠を2回やってるからね。まあ長い時は3時間超えるけど、まあそういったところでこちらの島もねかなり大詰めになってきております。この島もね、いやーけどね、この島にも様々な思い出がありますよ。うん、めちゃくちゃ思い出あるな。いやーね、まあこの島は永久保存になると思うのでね、潰す必要がないと思うと、だからそこに関してはやっぱ嬉しいね。やっぱりその任天堂スイッチを1台しか持ってないと、ね、どうしてもなんかもう一回島を作りたいと思ったら島をね一回潰す必要があるじゃん。ただもう一台ねあることによってそれをねしなくて済むからさ、すごくいいよねそこはね。あとは離島ガチャをすると日付固定化しないといけないじゃん。例えば7月27日なんだけど今日は、で7月の27日に、まあ、離島ガチャをねスタートしたとしたら、もうずっとねもうこの日に固定しないといけないから、これが大変なんだよな。そう、日付進めることも戻すこともできないからさ、もうずっとこの日を繰り返すみたいな感じになっちゃうし。ただね、
新しいスイッチが来たらそれもしなくて済むからすごく楽だわ。ねえ、まあ、アップデートが来たらさ、どうしても離島ガチャ途中でしてても解除しないといけないからさ、日付固定を。まあそれがね、ちょっと今までネックだったんですが、それをね、しなくてもいいっていうことだけでもかなりね、メリットかなと思います。はい、ということでちょっと長々と話してしまったんですが、本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひこの期間にチャンネル登録して、これからも動画と生放送を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。